ペリーのトリビア講座イエイ。またまたダイヤモンドの話なんだけど、ダイヤモンドってピーナッツバターから作れるんだって。アンビリーバボー。じゃあまた来週。ご機嫌いかがですか？バニラエースです。今回も前回前々回に引き続きまして、ゲオの神セールの購入品紹介をやっていきたいと思います。今回のセールは480円税込み以下の中古ゲームソフトが全品100円になるというもので、まさに神セール。2月27日セール2日目に通算3店舗目に立ち寄ることができました。果たしてどんなゲームを購入できたのか、ご覧ください。どうぞ。はじめ。それでは1点目いってみましょう。こちらです。PS ビータのソフトでファンタシースターノバですね。割引前の金額が480円でした。セガのね、有名な RPG のシリーズということで、これはもう外せないソフトですね。はい。で、裏面こんな感じです。半端な絆では生き残れない冒険があるということで、非常に楽しみですね。はい。ということで、1本目ファンタシースターノバでした。続いてはこちらです。 PS ビータのソフトで実況パワフルプロ野球2014ですね。割引前の価格が480円でした。野球ゲームとほとんどしないんですが、このパワフルプロ野球については高校球児を育てていくモードで、この栄冠9っていうモードがあるんですけども、これが結構ね、面白かったと思うんですね。でなおかつ、野球ゲームみたいなスポーツゲームが苦手でも遊べたと思うんですね。でそれがね、100円で手に入るというのであれば、安いのかなと思ってこちらを購入してきました。というわけで実況パワフルプロ野球2014でした。続いて参りましょう。続いてはこちらです。デジモンワールドリ・デジタイズ、PSP のソフトですね。割引前の価格が480円です。でこちらのソフト、まあ、あのデジモンについてはもう全くかすったこともないぐらいの、シリーズなんですけれども、まあ、これもねロールプレイングゲームということで、買ってきました。まあ、裏面こんな感じですね。はい。まあ、ポケモンとかに近いシステムなのでしょうか。まあ、ちょっとそのあたりわからないですけどね。遊んで、確認してみるしかないんですけども、はい。こちらも楽しんでいきたいと思います。ということで、デジモンワールドリ・デジタイズでした。では参りましょう。次はこちらです。PSP で英雄伝説空の奇跡 FC ですね。裸ソフトでこちらのソフトをすでに持っているんですけれども、まあ、やっぱりケースとね説明書が欲しいと思ったので、まあ、480円から100円に、まあ、100円になるんだったら買っておこうかなと思って購入してきました。まあ、こちら有名なね、まあ、奇跡シリーズの一つでございます。まあ、絶対名作なのは間違いないといったところですかね。はい。はい。ということで、英雄伝説空の奇跡 FC でした。続いて参りましょう。続いてはこちらです。PS2 のソフトでファントムブレイブですね。割引前が180円ですね。まあ、シミュレーション RPG というところに惹かれて購入しました。なんかね、やりたい放題シミュレーション RPG って書いてますので、ちょっと気になりますよね。まあ、180円っていうことを考えると、もしかするとあまり、期待しない方がいいのかもしれないですけれども、
まあ、遊んでみないとわかりませんからね。はい。ということで、ファントムブレイブでした。続いて参りましょう。続いてはこちらです。魔界戦記ディスガイア2ですね。PS2 のソフトで割引前の価格が480円でした。まあ、シミュレーション RPG のシリーズで有名なシリーズですよね。で、ものすごいやり込みできて、もう何百時間でも遊べるみたいな、そういったソフトだったと思います。まあ、じっくりね、ゲームと向き合いたい私にはもってこいの作品かと思います。ということで、魔界戦記ディスガイア2でした。続いて参りましょう。続いてはこちらです。PS3 のソフトで、アナザーセンチュリーズエピソード R ですね。まあ、ロボットものが出てくるアクションゲームだったと思います。で、割引前のね、価格が180円でした。これ、初日のセールの時に見かけてて、気にはなってたんだけど、買わなかったソフトなんですよね。まあ、私、ロボットアニメ好きなんですけれども、どっちかっていうと、スーパー系、マジンガー Z みたいなね、ああいう重くて硬いみたいなね、ああいう系統が好きなんで、まあ、リアル系の多い、まあ、アナザーセンチュリーズエピソードのシリーズって全然遊んでなかったんですけども、まあ、今回ね、このアクエリオンが参戦してるみたいなので、ちょっと興味惹かれまして、まあ、180円から、元値なんでちょっと期待薄なんだけど、まあ、100円なら買ってもいいかなっていうところで選んできました。まあ、結構ね、グラフィックとかね、いいんですよね。まあ、さすが PS3 のソフトって感じですよね。はい。ということで、アナザーセンチュリーズエピソード R でした。それではこちらの店舗で購入してきました最後のソフト、こちらです。PS3 のソフトで、戦国無双3 Z です。いや、Z って叫びたいから買ってきたわけじゃないですよ。はい。まあ、割引前のね、価格は480円でした。まあ、無双シリーズもね、少しずつちょっと遊んでいきたいなと思って、購入をしてきました。はい。まあね、裏を見る限りではね、大ボリュームの、中身のようなので、まあ、他にもね、まあ、戦国無双シリーズいっぱい、売ってあったんですけども、まあ、これ、ちょっと、楽しそうだなと思って選んできました。はい。ということで、こちらが、戦国無双3、Z! でした。いかがだったでしょうか？3店舗目は8点購入して800円でした。セール2日目ともなると、もう借り尽くされたという印象でした。特に DS は、棚にソフト10本分ぐらいの空間が空いてました。まだまだね、DS バブルが続いてるのかなっていう印象でしたね。はい。今回のセールはね、2月28日まで開催されています。まだわずかですが、時間はあります。残された在庫もわずかかもしれませんけれども、複数の店舗巡ってみたら、良い出会いもあるかもしれません。私はね、行かないよりは行って後悔したいので、セール3日目も、初日に行った店舗にリベンジしていきたいなっていうふうに思っています。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。では次回の動画、次回の配信でお会いしましょう。バイなら。